ゆっくりと近づいて17番ゲート今、収まりました、放置イフリースレビュースタートしました。 エイシン・最高峰まずは先行争い横に広がっていますが内から4番アンブレラ・デート中からは7番ポール・ネイロンそしてその中に5番のシゲルピンク・ルビーそしてその外に17番のフリードこの一角に8番ヨカヨカ隊列を7番ポール・ネイロンが引っ張っています好位の一角に取り付いて18番のスティックスあとは9番のラブ・ケリーが続いて1番シング後ろ1番ゴールド・チャリス6番・クープ・ド・クールと続いています11番ララ・クリスティーヌ中段後ろのグループに2番テリーヌ14番ラストリージョです3コ 起点は中段後ろよりあとは3番ネルカスティージョ13番ミニアイルと続いています 600m は33秒7で通過リバーシング後12番ブルーバード最高峰に16番のオパールムーンオパールムーンは最高峰です4コーナーへと向かっています 前の争いは7番のポール・ネイロンわずかに先頭、首ほどリード2番手は17番フリード18番スティックス前は3頭横に広がっていますこの直後に9番のラブケリーが接近第4コーナーカーブその後ヨカヨカアンブレラデートがインコースです4コーナーから直線前はポール・ネイロン今度はスティックス先頭に変わるかその外から9番のラブケリー背後を狙ってヨカヨカ内に潜り込んでアンブレラデート先頭はスティックス内からアンブレラデート外から8番ヨカヨカさらに追ってくるのはシゲルピンクルビーラブケリーそして6大外から13番ミニーアイルも一気追い込み内からアンブレラデート中にヨカヨカ さらに13番のミニアイル、ヨカヨカ、シゲルピンクルビー、ヨカヨカ、シゲルピンクルビー、並んで変わったか、ゴーリン、3着、13番ミニアイル、最後は5番、シゲルピンクルビー、捉えきったか。